ありがとうございます。ありがとうございます。レンです。中目黒に来ております。はい。目黒銀座三番街にあるですね、はい、こちら、うん、スクリーミングビールさん。はい。僕ちょっと初めましてなんですけど、ルイは、俺はね、通りがかったことがある。ずっとチェックしてたね。あ、チェックしてた。インスタとか、いろいろ。最近、自転車を購入されたじゃないですか。はいはい、あの可愛いの。あ、僕ね。はい、うんうんうん。あれを今日はちょっとカスタムしていこうという違う違う動画ですね。聞いてない聞いてない。あなたのチャリが納車でしょ。そうなん。そうだよ。あ、俺チャリ買ってたか。そうそう。忘れてたけど。先日僕らも参戦させてもらった VMRS でスクリーミングウィルさんも出展されてたんですけど、うん、バイカーの先輩のそのチャリ好きの人と一緒に歩いて、はい、ちょっと一目惚れしちゃってなんか今までちょろちょろその見たりしてなんかわーそうなんすねみたいなのはしてたし、はいはいはい、お前レンも買っちゃえばいいじゃんみたいな、あ、まあまああったらいいですけどねみたいな感じだったんだけど、あれはちょっと即決してしまってその場の雰囲気もありなんかそれめちゃめちゃレアだぜみたいな、レアって言葉に弱いからバイカーみんなそうだからそうなんすねみたいな。でちょっと考えて、うん、購入させていただきまして、はいはい、でそこから整備してもらってできたよっていうご連絡をいただいたので、はいはい、今回来ております。いいね、早速もういいものいっぱいあるよね。ねえ、パッてみたちょっといいものなのか、うん、もう分かんない俺は素人すぎて。はい、入ってみオーナーの井上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ありがとうございました。とんでもない、とんでもないバッチリになってますね。バッチリですか。はい、はい、ちょっと、その僕1万円のママチャリしか乗ってないと思うんでドーンと行きましたなんかこの、ヴィンテージの自転車のそのカルチャーみたいなの全く無知なんですよ。はい、はい。なんで、このショップのどういうそのコンセプトでみたいなちょっと紹介していただきたいんですけど。あ、はい、はい、まあ、うちは、はい、まあ、一番メインでやってるのがそのオールドスクール BMX って言われる1970年代から80年代頭にかけてぐらい の, その BMX のシーンっていうのをまあ中心にやってるんですけど、バックボーン的に言うと結局そのアメリカ の, このガレージなんかには車いじったりバイクいじったりっていうのの延長に、子供のために自転車いじってたっていう背景がちょっと当時からあって、うんうんうん、まあ僕たちももう大人だけど、これ大人になりきれてない子供みたいなもんなんで、はい、そのガレージカルチャーみたいな一つとして僕はフューチャーしてるんですよ。じゃあもうガレージなんですね。そうそうそう、ここはガレージがまあ発想の根源というか、はい、ちょっと古着も置いてるし。そうですね、なんとなく、はいわー、なになになにとかもうねえ、もう全部ヴィンテージです。わー、いいのある。え、ちょっと何、動画で見せたらいっぱい来ちゃうから俺が全部買ってからいいうわー、ちょっと、あー、ほんとだ、見てこれめっちゃあるね、いろいろ。まあでもあれか、とりあえずそうね、チャリンコですね、うん、どうす、表に出す、これ出そうか、一回、うん、いいですか。 いいですよ。ちょっと久々にワクワクするお店来ちゃったお金ないのに絶対買うだろありがとうございます。あー、やっぱかっこいいわ。かっこいいね。かっこいい。僕が購入させていただいたのはこちら、はい、1975年のプリンスという。プリンス、はい、王子様です。はいはい、買わせていただいた時に井上さんこのお店でも初出し、あ、そうです、しみたいな。うーん、そう、1枚だけなんか資料をリフトアップしたんで。あ、見たい。へえ、盗まれないか盗まれないから大丈夫。資料がなくて、はい、これと僕も探したんですけど、いろいろ検索してみたりとかしたんですけど、何も出てこなくて。何もないんですよ。で、ただレシーダカリフォルニアなので、はい、もうもろにあのカリフォルニアのちょっとした町ですよね。うん、はい、のメーカー。そうです、のメーカーです。井上さん曰く、このプリンスっていうメーカーからは
この形しか出てない。ねえ。すぐ潰れたってことなんですかね。かもしんない。全然売れねえや。めちゃくちゃ飛んでるじゃん、ほんで。要は、スポーツなんですか？大人がモトクロスレースしてるのの真似っこです。あ、じゃあそれをチャリンコで子供たちが真似して。そうです、はい、そういうことなんだ。じゃあ実際そのチャリのレースがあったとかではなく、レースはもうちょっと後だと完璧にバン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 各地でレースしてますね。その時のその T シャツとかがこういう現地の、あ、そういうのがあるんですね。あるね。これ全部地名が入っているんで、まあ各地で行われてた大会の、あ、まあ、T シャツみたいな。うわあ、あれすっごい。だって俺 BMX 買ったらもうそっちも行くじゃないですか。行っちゃうね。いいなあ。まずいです。まずいです。ウェブコってあるんですけど。はい。もう紹介しないでください。ウェブコ。あのチャリのパーツの詳細みたいなのってもうちょっといただけたりします？ああ、いいです、いいです。いいですか？はいはい。あのレストアしてて、あ、はい、ここはこれ使ってんだって思ったのは、はい、このリアのハブのハブが南海っていう日本のメーカーの。南海、南海メイドインジャパンって書いてある。そう、日本製の、のクオリティの高いコースターブレーキで、あとはあと、まあ、多分オリジナルのこのバイクのために作ったであろうハンドルと、うん、この辺のライザーとかもそうですよね。こんなの見たことないんで。このライザーかっこいいっすよね。バイクさんもね、そのものっすもんね。ヘビーデューティーって言われる真ん中がこう盛り上がって強度増してるちょっと強いホイールですね、うん、を使ってますね。この形状のホイールはやっぱり当時モトクロスの自転車にやっぱついてる。シートも見たことないから多分これ用じゃないかなと思うんですけどね。そしてやっぱ聞くほどいいな。そのカスタム性みたいなところってバイクとほぼほぼ一緒の感じなんですか？この車体に関してはあんまり、うん、こっちのパーツの方が優れてるからこっちにしようとか、うん、こっちのそれの方が雰囲気があるとかあんまりないかもしれない、うん、もうこれはこれでもう唯一無二だ。そうそうそう、もうこれでいいかな、終わりかなっていう感じですよね。終わりました。この先なしということで、もう完成されてるからこれが。そうですね、そういうの多いね、やっぱり。でも レッドドラゴンもね、ちょっと乗ってみていい？買った当日はね、ペダルもあれで、まだつけてなかったタイヤもあれだったから乗れてなかったんですけど。ではまた。夏馴染んでんだけど。あ、いいな。結構ぬるっすね、確かに。どうだった？ちょっと久々のチャリすぎて。見てた？見てた。バイクの感覚になっちゃうから、勝手に。ちょっとルイも乗ってみてよ。はいはい。めちゃくちゃ乗りやすいんだけど。あ、嘘。俺のよりシートふかふかねえ。なんかぬるぬる動きがぬるぬる。うん、俺のね、ガッチガチ。なんか本当におもちゃに乗ってるみたい。俺のは何になる。いいっすね。チャリいいな。いいね。おもしれね、おもろい。こいつも名前つけなきゃな。そうだね。ちょっと中見させてもらってもいいですか？うんうん、すいません、危ないから。ルイ、これいいじゃん、桑原のやつな。いや、俺もそれ欲しい。知ってた？知ってる、知ってる。桑原の復刻を買おうと思ってて。あ、って言ってたよね。そう、完全に ET が好きだからっていうのでそれ狙ってたけど、うん、いや、ちょ、マングースかっこいいなってなっちゃってっていう、はいはい、そっちになったんだね。そう、だからその ET のアイテム結構多いもん。多いね。ET もね、やっぱ BMX で代表的な、うん、やっぱ映画なんで。そっかそっか。そこに注目して見たことなかったけど。あれがこの桑原っていうね。あ、ある。そうそう。ここら辺に。類あるよ。これもそうだし、これもそうですね。当時物ですね。当時物だ。はい、うわ、かっこいい。
でも桑原っていうのは日本のメーカーなの、うん、日本のメーカーです。日本のメーカーだったんだ、あのシーンのチャリンコは。そうなんです。わあ、マジでちゃんとヴィンテージ欲しくなってきた俺。あるよあるよって。ねそんな簡単に手出せる値段じゃないけど。ちなみにその桑原は、はい、どのぐらいからある？39万8000とか40何万、ちょっとついてるパーツとかちょっと違ったりするんですけど、うん、はいはい、ちょっと年代違うけど、これ16万8000でフレームフォーク、ですって。ですってじゃない、無理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 そんなのすごい額だよ。びっくりしてる、ツバごっくんびっくり飲んだもんね。へー、かわいい。こんなんもあるんだ。これあの、あれだよ、ダブルキャップ。かわいいな。つきますよ。あつきます。こんなんとかもあるんだ。あー、はいはいはい、うん、こんぐらいの方いいのかな。ダイスとかで遊んでも良さそうだけど、どう思います井上さん。ね、僕もそっち系かなと思います、ね、どっち。あのシンプルなやつ、ね、こっち。なんかこれをやり始めたら逆にそっちが強くなってもっともっとってなっちゃうような気がする。ちょっと見てみるわ。どう。はいはいはい。まあ可愛いけどね。可愛いけどね。確かに。でもなんか言いたいことわかるわ、うんうん、そっちやね、うん、シンプルにね。こんぐらいの方がいいね。これパーをついこれ。そうね。でも俺のは多分似合うよ。似合うよね、まあ、赤だしね、うん、オリジナルこれ。そうですね、すげー。わー、ほんとだ。チャリも作ってるっすよね。あ、チャリがさっきこう見てみたところ、こっちです。これが自転車の完成車。あ、それオリジナルなんですか。そうです。はぁー、もう完売しちゃって、うん、そんなことできるんすね。すぐ完売。俺もちょっと狙ってたんですけど。あ、そうなんです。わ、ほんとだ、書いてある。そこにスクリーミングビールってね。俺そのキラ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 、このナッツの箱に入ってるリフレクター。あ、リフレクターか。これちょっとちょろっとつけるとか可愛い。そうね。どうでしょう。つける場所ですよね。そうっすね。スペがないな。ないっすね。ないっすね。ここ横。あ、でもそこはとりあえず何にも反射しない。いや、その通り。いや、本当にその通り。だけど、つけれません。確かに。何にも反射しないですね。横からだったら、この穴に。ああ。あ、いいじゃないですか。横から。ちょっとつけてみてもいいですか。はい、どうぞ。ああ、いいね。これ、かわいいじゃん。かわいい。はいはい。あ、かわいい。いいかもね。宝石みたい。これじゃあ買います。そのまんまつけててもいいですか。かろうじてありました。かろうじてありましたね。カスタム。俺なんかあれ見た時に、これなんていうんですか、このふかふかのやつ。バーパッド。バーパッド、はい、バーパッドになんかレタリングとか PPP とか。それは全然かっこいいと思いますよ、ね、うんうんうん。だいたい全部こうメーカーの名前しかないから、うん、なんかちょっとこうね、自分が好きな言葉とかね入れても、ハンドペイントでちゃちゃって、うん、いいね、それだったらかっこよさそうと思って。名前つけたら名前変えるね。あとはグリップか。グリップは結構みんなも気ままにいろんなものに変えますよ。うん、そういう。俺ラメかわいいな。かわいい。この上のラメはちょっと細に、なるほど、ちょっとちっちゃいから、ひょっとしたら全体的な雰囲気にちょっと負けるかもしれない。なるほどなるほど、うん、ちょっと太いぐらいの方がいいですね。これ悪いな、ね、ちょっと見てみよう。これあー、いい。いいわ。これ似合いますね。うん、うん、いいね。これいただいてもいい。こっちすぐ変えれます。変えれます。もう変えちゃってもいいですか。一発目で変えちゃいますか。オッケーですよ。やりましょう。一発目で変えちゃう。本当っすよ。いやいや、本当。普通はね、ちょっと乗ってから変えようかなって気分で。どんどん派手になってきたよ。確かに。これめっちゃ可愛い。これバットついてる。本当。これ。これバットついてんだけど、この2人めっちゃ可愛いんだけど、あれカツオくんモデル。カツオくん、確かにそうだね。野球少年のものですよね。ちなみにこれおいくらぐらいなんですか。9万8000。あ、いけ
けるな。やべ、目あった。なんか黒にはめると余計かっこいいですね。ね、ちょっと透けて、うん、もうクールなのはバイクだけで十分だよ。おお、いい。ありがとうございます。こんなとこにしとこうかな。名前どうしよう。なんか元々の名前がさ、結構つけた名前みたいじゃない？プリン、プリンス。俺がつけそうな名前。そうそうそう。難しいな。元の名前に勝てるかなっていう。金プリで。金プリ。炎上すんぞ。知らんけど。知らねえけど、いいね。金プリいいかも。いいでしょ。うん、でこいつプリンスで、うん、まあ、僕がキングっていうことだとして。なるほど。キング＆プリンス。金プリ。金プリも。金プリ。オッケー。おもろい。いいよね。うん、覚えやすいし。そうね。あとはお支払いですね。あとルイ君のこちら。え？カズくんモデルね、このパッドがついてるっていう。これは今乗れる状態なんですか？あ、乗れます。うわあ。わあ、かわいい。わあ、かわいいね。ビッグタイヤ。すごい。何そのタイヤ。これマンホールの上で滑るんで気をつけてください。トゥルントゥルンじゃないですか。どうぞどうぞどうぞ。めちゃめちゃ似合うで。言っとこ言っとこ。めちゃめちゃ似合う。なんか60年代の子供って感じで、うん、めっちゃ可愛いよ、うん、これ、うん、ああめちゃめちゃいいよ。あ、いいですね。いいな。今持ってる BMX だと、うん、いつもの感じでおしゃれすると似合わないよね。はい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 。これだったらいけるわ。そうね。ハットとか被ってもいけそうな気がする、うんうんうん、いやかっこいい。どうしよう。これはすぐ売れちゃいますもんね、でもね。営業すんなよ。欲しいけど、まぁ、あ、ちょっと考えるっす。チューはちょっと、まあね、簡単には出せる感じじゃないかな、今は。でも可愛い、うん、多分あれだべ、うん、自分でその YouTube の動画見て、うん、めちゃめちゃ似合ってるもん、はいはいはい、あ、多分それで買うかもね。かわいそう、今かわいそう。そしたら、お会計。はい、ちょっと済ましてくるんで、okay. 少々お待ちを。はい、というわけでですね、お会計も終わりまして、はい、ちょっと冷や汗ダラダラなんですね。冷や汗ダラダラ。ここ2週間ぐらい臭くって、耐え忍ごうと思います。井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。超楽しかった、ね、でルイは多分またすぐ来ると思います。でも全然遊びに来てください。そうですね、たまに雑貨はね、こまめに入れてる。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ終わりにします。はい、ではまた。